Hi, I'm Ken. I'm Masa. Break English. ということで、今日もやっていきましょう。はい、やっていきましょう。今日はね、というか今日からね、ちょっと、英語の練習してみたいと思って、新しいことね。うん、で、今までは、なんか英語の教科書やろうかなとか、そういうこと思ったんだけど、うん、じゃあツイッターでね、英語の先生を、うん、じゃあこちら、ローソン先生。はい。はい。アメリカの出身で、ネイティブイングリッシュスピーカーですといったことで、このローソン先生がいろいろ英語についてツイートをしてくれていて、うん、その内容をここで練習していいですかって聞いたら、うん、もうすぐね返事くれて、うん、いいですよって言ってくれたの、はい、うん、だからせっかくなので、いろんな内容ね、早口言葉だったり、うん、英語に関する内容いろいろツイートしてるので、うん、されてるので、ちょっとその内容をケン君と練習してみたいと思います。はい、でまずはあれだね、うん、一緒にやって、ここでやってくれていいよって言ってくれたローソン先生にお礼ということで、はい、ローソン先生、ありがとうございます。じゃあ早速やってみましょう。はい。はい、で、最初何がいいかなと思って、いろいろそのツイートを拝見していたんですけど、やっぱり最初はね、ちょっと面白くやりたいなと思って、うん、これを、こんなものがありました。こちら。じゃん。ちょっと画面だとね、小さく見えちゃうんだけど、早口言葉。うん、もうなんか今噛んじゃったけど。で、ここってのが、It's Saturday, so let's work out our mouth muscle with a tongue twister. もうすぐ下に書いてあるけど、うん、タングトゥイスターって何と言ってんの？早口言葉。そう、早口言葉、うん。ということで、ここに書いてあります。The Queen in Green Scream.うん、スクリームって言葉は多分まだやってないと思うんだけど、うん、これは今最後 ED になってるから過去形なんだけど、もともとがこの M までのところでスクリーム、うん、で叫ぶっていう、あーとかあーギャーとか叫ぶっていうね、うんうん、でこれは The Queen って英語のクイーンじゃなくて、うん、女王様だね、普通に言ったらね、でその女王様が叫んだ、スクリーム叫んだっていうのが元の文章なんだけど、ね、そのインクリーンってすることで、うん、その緑色の服を着ている女王様が叫びましたって、うんうん、そういう意味だ、インクリーンってことで、なんか英語だけ見ると緑の中にいるって感じなんだけど、うん、まあその見た目を表している感じだよね、その緑色の服を着ている女王様って言うんだね。なんで緑って思うと思うんだけど、ここはもうこれはクイーンとグリーンとスクリーンってすごい似てる音になってるね、うん、でこれをちょっと待ってね、これ単語この3つ見てみるとこんな感じ、発音記号、これさ発音記号って、うん、結構あんまり今まだ見ないでしょ、うんうん、でも実は辞書引くとこの発音記号っていうのが載ってるのね、うん、で結構さ、英語の単語って読みにくかったりするじゃん。例えば私は知ってるような I know とかの、うん、know だと、know っていうの、K-N-O-W なのに、うん、K 読まないのにさ、うん、書いてあるじゃん。確かに、うん。で、それを要は左側で、うん、で、右側にこういう発音記号っていうの、発音するときの決まりの記号が書いてあるのね。うん、で、辞書を引いて、この単語と発音記号必ずセットで、調べるようにするの、辞書引いた時に、うん、で、わかんないこれ最初何言ってるかね、うん、けどこのわけわかんない発音記号の形でどういう発音すればいいのかっていうのはすごくわかるようになる、うん、パパはね昔は辞書引きまくって何回もこの発音記号を見て、で辞書引いた時にこの記号を見たらもうその発音わかるようになった、うんうん、今学校でさ多分フォニックスって言葉出てきてるかわかんないけど、うん、これまでテスト対策の、教科書テストやってるんですよね。まあ教科書でテスト対策やってる時にもうそのこのフォニックスっていうかさ発音の仕方を練習する項目とかあったのね、うん、学校では今学校ではそういう練習もすると思うんだけど、それプラス辞書引いた時に、まあ辞書引くとさ意味だけどうしても見ちゃうじゃん、スクリーム、うん、叫ぶよとかさそこだけ見ちゃうんだけど、そうじゃなくて、この発音記号っていうのをね、ぜひ見てほしい。そうすると、なんか英単語を見たときに、その癖も分かってくるんで、あ、こういうときは大体その
絵の読まねえナイフみたいな感じで、あ、これ読まねえのかなとか、うん、で、英単語の作りとかそういうのを勉強するってのもあるけど、パパはもうあの数当たって慣れたから、慣れてるような感じだから、うん、意外とね、もうあの言葉だからそういうのをどん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 繰り返すうちに自分のものになっていくから、これもあのゴールない、ゴールというかあの特効薬ないわ、これさえやればあなたも発音1日で完璧って、そういうのないから、うん、もうあのバスケとかさ、バスケのシュートとか、うん、サッカーのフリーキックとか、うん、あのそういうのと同じで繰り返し繰り返しやって自分のものにするしかないから、うんうん、まあ、ちょっと発音規模で話しなくなっちゃったけど、はい、まあ、単語と一緒にこの発音記号も忘れずに見てくださいと、はい、いうことです、うん、はい、でここではさっき言った、3つのね、ごめん、早口言葉の中から3つの単語をちょっとこれ発音ちょっと練習してみよう、うん、1番目からいくよ。クイーン、クリーン、グリーン、グリーン、スクリーン、スクリーン、クイーン、クイーン、グリーン、グリーン、スクリーン、スクリーン。ここでこのアイとちょんちょんちょんのこの記号がね伸ばしてくる、うん、イーンとかイーン、イーンってなってるんだけど、この伸ばすって意味だよね、うん、で一番注意しなきゃいけないのは最後のスクリームだけ M になってるじゃん、うんうん、ここが日本語だとさ N とか M とかって分かりやすいんだけど、英語だとクイーン、スクリームってなんか一見分かんなそうに思うじゃん、うん、だがしかしアメリカの人はこれを聞き分けます、うんうん、えっと思うかもしれないけど、例えば最後のスクリームなんかはこれがもし N になるとスクリーンで、スクリーンって映画のスクリーンとかさ、うん、あっちの意味になっちゃうんだよ、うん、だからそう聞くと難しいかなと思うかもしれないけど、N と M の発音は大げさに多分学校でもやるかもしれないし、もしやってなかったらやってみてほしいんだけど、うん、N の方は N N N そうそう、で M は M もう口を M M そうそう M、 この口の癖、うん、この口の癖をつけておくと実際に読んだ時にクイーン、グリーン、スクリーム、クイーン、グリーン、スクリーム、この口の癖が出るようになるから、そこを意識して、うん、やってみるといいと思う、はい、うん、いろいろ話広がっちゃうからね、ちょっと今回この早口言葉にちょっと集中して、この3つの単語まず1回やってみよう、はい、クイーン、クイーン、グリーン、グリーン、スクリーン、スクリーン、クイーン、クイーン、グリーン、グリーン、スクリーン、スクリーン、じゃあこの新しい単語のスクリーンも OK だね、うん、ごめんこれちょっとちょんちょんが伸びてたけど、まあいいや、はい、さっきの早口言葉の文章に戻りましょう。ちょっとね、画面では小さいんだけど、うん、手元にはそのローソン先生のツイートがあるから、ちょっとそれを見ながら練習してみましょう。はい、はい、この文章ね、うん、The Queen Queen In In Green Green Scream Scream。 でここも難しいところで、実際にローソン先生の聞いてみると、 The Queen in Green Scream。 Okay, let's try。The queen in green screamed. The queen in green screamed. ここで the queen と、さっき3つやったじゃん単語、うん、もう一個くせ者は in があるんだ、これ伸ばさない、in、うん、って中にっていう in、うん、ここが the queen と in がくっついて the queen in the queen in、 お前上手じゃん、うん、思いっきり大きな声やってみ、上手だ、 the queen in、うん、the queen in the queen in the queen in the queen in、この N と IN が忍者のリンリンみたいな感じで、うん、あとなんかクイーニングがなクリーニングみたいな、クリーニングと全然違うぞ、うん、L 入んないからね、うん、でもイメージ的にはThe Queenin 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 で、The Queenin The Queenin The Queenin で、その後に Green Scream Scream、 さっきやったやつをつなげるだけです、うん、The Queenin The Queenin Green Green Scream Scream、ここのリズムよくやってみるね、ローソン先生で The Queen in Green Screamed The Queen in Green Screamed できちゃったね The Queen in Green Screamed Queen in Green Screamed、うん、このね、ザがね、ザーって言わないんだけど The Queen in Green Screamed The Queen in Green Screamed そう、ザってすごく難しくてさ、
あのもう TH だから実はこの舌をちょっと噛みながらダダダダダダってなんだけど The Queening The Queening Green Scream Green Scream The Queening The Queening Green Scream Green Scream、うん、これを続けると The Queening Green Scream The Queening Green Scream お前できてんじゃんもうすごいねえすごくないちょっとあの先生のと一緒に合わせていっぱい読んでみようかちょっと音も出させていただいてやってみましょう、はい、The Queen in Green Screamed The Queen in Green Screamed Okay, let's speed up The Queen in Green Screamed The Queen in Green Screamed The Queen in Green Screamed Okay, let's try 早いねパパも早口言葉はそんなにごめんごめん感じていつもやってるわけじゃないから、うん、こうやってみると難しいね、うん、The Queen in Green Screen Queen in Green Screen The Queen in Green Screen The Queen in Green Screen もっと自信持って大きな声でっていうあの英語はねバーンってあの勢いよく話さないと伝わないときあるから The Queen in The Queen in Green Screen Green Screen The Queen in Green Screen The Queen in Green Screen 上手ですあもう何も言うことはありませんあえ本当にこんな早くできちゃうのパパこれ練習しなくて多分できないかなと思ってたんだけどバオもねそんな完璧じゃないけど、うんうん、でもこれね今日はあのすごくこの同じ音、うん、インスクリーンとグリーンとスクリームの同じ伸ばすイーって伸ばす音とさらにこのインが入ってややこしいやつをちょっとやってみたんだけど、うん、あの思った以上にキングが早くできてしまったんで剣のところを直そうと思ったんだけどその必要はあまりなかったみたいな、うん、とにかくこれさ、うん、でもやってみてるとちょっと実はほっぺんとことか結構疲れない疲れるね疲れるでしょ、うん、これがあのちょっと前に話した英語の、うん、英語の、口の筋肉の使い方、うん、日本語と違うんだよね、うんうん、だからそこの筋肉がこの英語で使う喋り方をちゃんとしてると口が疲れてくるんで、うん、そうなってくれば特にこの早口言葉の場合、うん、さらに疲れるなっていうから疲れてるっていうのはちゃんと英語の筋肉が使えてますよってことだねはい OK? はいじゃあ最後にもう一回弾くんでみようか、はい、じゃあパパからいく、うん、The Queen in Green Screen The Queen in Green Screen 大丈夫だじゃあ今日はこんなところにしましょうかはい、はいそれではまた。See you. Bye.